山口県庁舎は、山口県山口市にある広域自治体たる山口県の役所の本庁舎。山口市の北部、古城ヶ岳の南麓に位置する。中心市街地の北縁にあたり、庁舎背後に山が迫るロケーションとなっている。五重塔で知られる瑠璃光寺に、香山を挟んで隣接しており、アングルによっては、瑠璃光寺から山口県庁舎の一角が視野に入る。建物は、本館棟、構成棟、議会棟、警察棟の4棟から構成される。この地にはもともと旧山口藩庁が置かれていたが、敷地内に設けられた旧県庁舎、県会議事堂が手狭になったことから、敷地内及び隣接していた山口大学のキャンパス跡地に多数の分庁舎を設ける事態となっていた。このため、県庁機能の集約化を目指して整備が行われ、1975年に議会棟が先行して落成、遅れて1984年に本館棟、構成棟が、1990年に警察棟が落成し、県庁舎の機能がほぼ集約された。また、本館棟の北側にプレハブ作りの北庁舎が残されている。構成棟の東側に、香山から流れる自然の滝があり、庁舎内では滝のせせらぎが聞こえる。この滝の存在は、庁舎がある滝という町名を象徴するかのようであるが、町名自体は、県庁北西方面の宝泉寺跡付近を流れる滝に由来する。本館棟1984年6月竣工。正面玄関、エントランスホールを囲む地上4階地下1階の1号と地上15階地下1階の2号が一体化した構造となっている。2号はエレベーターホールを中心に天体ショーの構造となっている。1号には主に知事室、副知事室や会議室を、2号には知事部局のほか、企業局、教育庁、各種行政委員会を配置している。1階には中央県民相談室、情報公開センター、観光物センター、旅券センターなどがある。また、山口銀行県庁内支店、西京銀行県庁支店や郵便局の窓口がある。2号棟の高さは 69.26 メートルで、2007年に下関市のベルタワー下関が完成するまでは、山口県内最高層の建築物だった。最上階には展望スペースがあり、山口市街地を一望にできる。構成棟1984年6月竣工。地上4階。本館棟の北側に位置する。本館棟とは2階から4階の各階で連絡する。喫茶、売店、県職員労働組合事務所など、主として職員の福利厚生のために部屋が割り当てられている。議会棟1975年1月完成。1990年11月増築工事、完成。地上6階地下1階。本館棟の東側に位置する。本館棟とは3階と4階で連絡する。山口県議会及び関係部局を配置している。警察棟1990年3月竣工。地上9階地下1階。本館棟の西側に位置する。本館棟とは3階で連絡する。山口県警察本部及び関係部局を配置している。詳細は山口県庁を参照8部2局59課12室ある。2006年からの組織改革で誕生した部局もある。2008年現在の部局名は以下の通り。ありがとうございます。